はい、こんばんは、こんにちは。We Ban The Last Story。 今さらラストストーリー遊んでく第48話。第47話の最後でね、ボスにボコボコにされて、今回そのまたボス戦から再開です。頑張っていきます。とりあえず、マナミアのフォレストで、ボスをね、サイレント状態にして、サイレント状態になるとね、地上に降りてくるんで、その時にフルボッコにするって感じですね。あとは、適当に指示ができるようになったら魔法で飛んでる状態でも仲間たちに攻撃させつつ、だったんですけど、途中からそれ気づいたんですよね。やってるつもりでもやっぱね、気だめが多くて、全然、きつい戦闘でしたね。で、今回どこから再開になるのかわかんないんですけど、あ、やっぱちょっと前だよね。頑張っていきましょう。行くぜ。で、ちょっと A ボタン押して飛ばします。はあ、はい、ボス戦です。こいつはめちゃ強いです。やっていきたいと思います。マナミアまで飛ばして、マナミアのフォレストを撃ってもらいます。ガルおっさんだぜ。で、フォレストで一回ここにサークルして、よし、今だ、一気にかかれ。やっと私の出番だぜ。ちょっと回復してほしいな。リカバードミネでフォレストお願いします。フォレストサークル、影縫いじゃなくて、でブリザードしてもらって、カナンにはリカバーしてもらって、プロミネンスしてもらって、フォレストしてもらって、お願いします。魔法を封じられた。押してくるぜ。マナミアの魔法を封じてダイレクトをつければ。よし、ブリザード、やっぱリカバーしてもらって、
プロミネンスしてもらってフォレストしてもらってお願いします。よし、ダッシュでここに戻って、フォレスト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 、どこ、まだ、フォレストサークル、ブレイク、絶対レイド使ってもらうか。この衝撃なんとか、待って、プロミネンス、フォレスト、オッケー、ぜこの衝撃黙ってろよこの野郎、セイレン、セイレン、フォレストサークルブレイク、よし、どんどん行け、シャイニング、メテオ、フォレスト、お願い、ダウンダウン、助けに行きたいんだけど、よし、フォレストサークルブレイク、指示出せない、アクセラレート、影縫いに、絶対レイドに、この障壁、プロミネンス、リカバー、やめじゃないわよ、
セラレーション行くぜ。あり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 。そろそろ飛ばしてフルガードじゃなくて絶対レード打ってもらってリカバーしてもらってプロミネンスしてもらってフォレストお願いします。行っちゃってブリザードにシャイニングにプロミネンスにかぶれる見た。行きますか。隠れろみんな。なんとか言ったのか。伯爵何してんねんって言ってね。あーれー、そうだ、それでいい。怒りに身を任せろ。いかに狂った違法なものよ。私の命を聞け。アルガダンの地に従うのだ。伯爵、なんとかね、なんとかブリスを切り抜けました。えらいしんどい。おおおおお。My gosh。死亡フラグじゃん、これ。奴らを島ごと焼き尽くしてしまえ。おいおいおい、伯爵。ワンワン。
ッシャー。大なエネルギーを瑠璃島から吸い上げる違法のもの、その行いは瑠璃島の大地を確実に蝕んでいた。そして今大地の力を一点に集め、その凝縮されたエネルギーそのもので敵を撃たんと島が震える。だがその玉砕覚悟の攻撃もグルム族の決死の抵抗により決定打になりうることはなく、ついに瑠璃島の大地は全ての力を失い果たし、エネルギーの供給は停止。グルム族はその機を逃さず、痛烈な一撃で瑠璃城を貫き葬った。それは人間たちの一縷の望みが絶たれたことを意味した。アルガナン伯爵絶命の瞬間とほぼ同時の出来事であった。どうなるのか、この先。今や瑠璃島は地獄の様相を呈していた。雪岩してきたグルグ族の要塞島、さらに迫り来る大艦隊の火力、もう瑠璃島には抗う術が残されていなかった。その状況下でも救わねばならない人々がいる限り、戦い続ける騎士が一人、他者である。兵士を連れ港に上陸するグルグ族を迎え撃ち、孤軍奮闘しているという。エルザたちは市民の救出と他者の援護、二手に分かれ行動を開始した。行くぞ。待ち伏せ。やばい、こっちだ。この港は手遅れかもしれないぞ。急いで行かなきゃいけないんだ。やりたい放題やりやがって。ひどい、うるさがせ。これ以上は何かさせません。ちょっとセーブしよう。なんだ？沖の船が入ってくる。これは絶望的です。行こう。まだ間に合う。まあいいや。行くぞ。まだ間に合う。え、クオークは一体何やってんだって話だ。みんな、希望を捨てるな。戦うんだ。俺が騎士エルザ。俺が言って役に立つのだ。だが、
俺だって騎士、逃げ回りは恥をさらすなどどうかしていた。国を守るために果てるなら、それもまた本能。Gosh. エルダ殿、かすります。俺は化け物め。やった。やった。Good job.おいおいおい、おい、ご無事で何より。瑠璃を、我が故郷は、すまない。ウルバケが降りてきた、気ぃつけろ。こいつら行くぞ、こっちだ。あれ、ちょっと弱い。それ結局あれ、あの上のやつら攻撃性ってことだよね、結局きっと。ガーゴイル、いって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 、ゴーゴーゴー。正面。あと一匹。いってー。隠れてるんじゃねえよ。よし、帰ってくるぞ。よし、じゃあとりあえずアイテム回収。消えちゃった。こいつはだ、ウルン。こいつ、海中からも来てるのかよ。皆さん気をつけて。あの時の毒針にやられたら、しばらく動けなくなります。
アクセラレートして、影縫いして、全力攻撃メテオして、リカバーしといてもらって、よし行くぞ、アクセラレート、くらいやがれ、ほら、回転してくれれば、見せてやる、騎士の誇りというものをな。
橋だ。ジャデスはあんな人数でどうしろって言うんだい。エルザ、他の道を探そう。よし、とりあえずね、こっからまだ続きそうなんで、一回ここで中断したいと思います。お疲れ様でした。